はいというわけで、皆さん、えー、おはようございます。かぶくんです。よろしくお願いします。えー、ようやく、えー、全米フィギュアスケート選手権、男子のフリースケーティングを見てきました。これで女子、ショート、男子のフリー、すべて見てきて、えー、はいようやくここまで来ました。でなので、国体、明日から見れると思います。うん、ただ、まあペアとかアイスタンスもあるんで、ちょっとそこら辺も見たいんですよね。はい では、えっ、ー、と、見た順番から話していきたいと思います。まずはジェイソン・ブラウン。ジェイソン・ブラウン。素晴らしかったですね。The Impossible Dream っていう曲。まあ、このプログラム本当に素敵だなと思いましたね。うん、音楽も僕すごい好きです。ジャパンオープンでから見たんですけど、ジャパンオープンというか日にちがね、かなり経ってしまったので、えー、ちょっと忘れてしまったんですけど、改めてこの曲、非常にいい曲だなと思いました。 うん、でこの曲に乗せてジェイソン・ブラウンの切ない感じの動き、やっぱ今日も、えー、ショートに続いて、えー、引き続き素晴らしいなと思いました。はい、でジャンプに関しては助走は結構長い感じがしましたが、まあ、トリプルアクセル2本着氷成功。でそれ以外のジャンプもトリプルフリップ、トリプルサルコー非常に良かった。うんまあ、トリプルルッツ踏み切りは多分しっかり、まあ、ちょっと。 あれかなちょっと踏み切りがどうかなと思ったんですけど、まあ、トリプルルッツトリプルトーループもま素晴らしいと思います。はいでまあ、彼のジャンプはもうあの本当にこう、えー、もうスムーズで、えー、簡単にこう飛んでしまうということでですね、えー、とてもあの軽やかでいいなといつも思っています。はいでえー、と演技全体的にもですねもうはっきり言ってもうちょっとこう書いたので耳も書いてますが どれがコれオシークエンスなのかわかんないくらいすごかったです。うん。まあ、要は、本当にそれだけ演技全体がコれオシークエンスなんじゃないかと思っちゃいましたね。うん。まあ、そういった演技の構成かとは思います。ただ、本当に残念だったのが、一番最後のトリプルフリップですね。これね、ジャパンオープンでも同じところで、えー、まあ、スライドしてからあのやって、同じところでこう転倒しているので、 まあこれが、まあ、ちょっと僕はかなり気になっていましたが、残念ながら転倒してしまいました。うん。なので、えっ、ー、と、これがすごく悔しいなと思います。まあ、世界選手権出場してくるということですので、まあ、このトリプルフリップ、最後のところが決まってくると、もっといいなと思いますね。得点が84.60、えー。プログラムコンポーネントが93.46。177.06で2 7 7 0点。 1> 3 1という合計得点でした。はい。お見事です。とても素敵でしたね。うん、ただジャンプ、ちょっと悔しいところもあるけど、やっぱ演技のデザイン、えー、切ないところとか良かったかなと思いましたね。ただ、ショートの方がより僕は良かったなと感じました。次、えー、アンドルー,、えー・トーガシェフ選手、この選手はショートに引き続き、 まあえー、初めて彼もフリースケーティングが見るんですが、えー、曲がこれグラビティ・オブ・ラブエニグマってこれ書いてますがあのカルミナ・ブラーナの、えっと、なんか曲調最初入ってて入ってましたであのまた途中で、ね、曲が、まあ、前半の方なんですが、えー、町田拓樹選手が2006年あたりかな2007年8年かなちょっと忘れましたけどのショートプログラムに使っている曲だなと思いました、うん 非常に懐かしいなと思いました。この曲聴いた瞬間、あ、マッチーだってね、うん。この曲はね、懐かしかったですね、うん。で、彼はもう本当に素晴らしい演技でした。うん、あの演技全体的なクオリティの高さ。うん、よかったし、まあ、これをシークエンスのネイサン,チェン・ネサンチェンキックもよかったと思います。うん、で、まあ、ジャンプに関しても最初4回転トーループが非常に綺麗に決まって、 で、その後のジャンプも非常に全て良かったかなと思います。全て丸ですね。うん。えっと、トリプルルッツ、トリプルサイコの後半のところも良かったし、もう全演技全体、もうスピンとかも非常に良かったかなと思います。うん。スピード感もおそらくあったというところで、えー、うん。すごいですね。256.56でですね、全米選手権メダル獲得でございます。うん。はい、ちょっと驚きました。次。 えっと、ジミー・マ選手。はい。ちょっと、今日一押しかなと思うぐらい面白い選手かなと思いましたね。まあ、曲はこの月の光を使っています。で彼は、なんとなく彼のキャラクターからすると、これ前も言ったかと思うんですが、月の光でなんか滑るような選手ではないんですよね。ただ、まあ月の光にいろんな曲のアレンジを入れたりとかして、まあジミー・マ選手のキャラクターに合わせて編曲,がさ,れ編曲されたかなと思います。うん。で、 えっとね、まあ彼は今シーズンはっきり言って一番良かったです。うん。で、もう最後のところのガッツポーズがもうすごすぎて、もうここ僕ね、書いちゃいましたけど、5度見しましたね。うん。5度見ちゃいました。本当何回も巻き戻して、そこのとこだけね。もうすごかったです。本当にね、もうひざまずいて、もううわーってなっててね、うわーってもう、もう表情がもうね、うどん級でしたね。うどん以上。うん。 ユードンっていう中国の選手がいるんですが、まあジュリアにいたんですけど、その選手がジュリアグランプリの時に吠えたんですよ。まあそれ以上の吠え方だったなと思います。もう吠えたし、あとこうやってね、あのね、ちょっとこんな感じでね、お客さんに拍手を促したり、もうもうめちゃくちゃでしたね。うん、喜びの、えー、なんだ、うん、包まれてました。はい。 っていうのも、まあ、ジャンプが本当今シーズン一番よくて、まず4回転トトリプルトーループから入った、これが綺麗に決まりました。で、その後四4回転トがステッピングアウトするんですけど、まあ、それ以外のジャンプ、トリプルアクセルも含めて、えー、トリプルルッツ、トリプルサルコーって難しいジャンプも含めて、まあ綺麗に決めて、まあ、おそらく今シーズン一番の、えー、演技になりました。はい。で、本当にね、で特にですね、あの、 まあちょっとまあ月の光、うん、このプログラム、まあ、途中のこの後半のところでまあ月の光からなんかあのすごいこうボン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 いう曲にこう変わるんですよね。その曲のチェンジがちょっと意味不明な、意味深かなっていう部分がありましたね。うんただこれがやっぱりこの後半の曲チェンジした後の曲の感じがま地味マ選手に合ってると思いますよね、うん。なので最後は自分の魅力を出したという感じかと思います。はい で、点数が243.09。もう点出た瞬間、先生を引っ張たれてましたね。うん。もうパシンってね。うんね。ねもうそんな感じで、うれしさが喜びまくってましたね。うん。はい。一押しの選手でした。うん。次。えー、カムデンプルキネン選手。えー、っと、カムデンプルキネン君は、えー、インベルノ・ポルテノ。 っていう曲を使ってますねこの曲はね、宮原さと子ちゃんや、えー、昔ジェレミー・アポットがね、フリーで使った曲になりますよね。うん、でカムデン君は、まあ、おしゃれな雰囲気の中に、まあ、オーストックスな感じも少しあるんですが、まあ、今年は特にこう、表現力のところ、うん、そこのところがさらに進化したかなと僕は感じていて、うん、まあ、元から本当に素晴らしい素敵な動きなんで、なかなかこれ以上のものが難しいかなと思いましたけど、 うんまあ本このプログラムも非常に素敵だなという感じがしますね。うんで彼はもう今シーズンはまあ、あんまり良くはないかなっていう感じで、まあ、この全米選手権もまああの今季象徴するかのような感じだったかなと思います。ただ、最初の回転トーループ、これがまきれいに決まった <laughs> っていうところで波に乗っていきたかったなと思います。ただ まああの彼はちょっとルッツジャンプに苦しんでしまいました。まあルッツが2つともダブルとシングルになっちゃった。うん、で、まあ、4回転トリプルループが決まっただけにまあなんとかやっぱ他のジャンプを決めて、えー、演技を止めたくなかったんですが止めたくなかったので、まあ、ダブルルッツになってもしっかりトリプルと維持意地でつけたりとかまあトリプルループこれですね。 着地が2フットっぽくなったんですけど、まあ、ちょっとごまかしたりとかして、まあ、なんとか演技を止めたくないっていう意思が伝わりました。うん、やっぱせっかく4回転を決めてるので、えー、やっぱりせっかく決まったから他のジャンプも決めたいっていう、なんとかこう、ごまかしごまかしやりましたよね。うん、アクセルサルコーなんかもフリーレイクをつけながらもこらえたりとか <laughs> してましたねで。後半のトリプルアクセル良かったと思います。ただ、ルッツジャンプがまた1回転でシングルアクセルのシークエンス。うん でトリプルフリップもかったんですけど、まぁ、あ、ちょっとルッツジャンプに2本とも苦しんだという感じで、でも飛び焦ったっていうよりは抜けたっていう感じかな、今回は。うん。そのような印象を受けました。はい。で、これをシークエンスのところ、ちょっとあのバランスを崩したんですけど、すごく難しい動き、なんかスライド技があったんですよ。あの膝をついてね。うん。そこのところが結構迫力はあったので、バランスは崩したんだけど、すごいなと思いました。うん。すごい難しい動きだなと思いました。 で、一番最後のスピンの後に、えー、片手測定。片手の測定やったので、これは前くらいやってたかな。うん。ね、測定を見せてきたりして、お客さんからの拍手もね、えー、もらってましたので、そういったところなんかも、今、まあ、良かったんじゃないかなって思いますね。223.72。まあ、点数は、これくらいでしょうかね。うん。まあ、でもカブネィ選手は、やっぱ PCS を、これからどのように上げていくのかっていうのは、なかなか難しいですね。うん。 あのー、ほんと素晴らしい演技なので、演技のデザインとしても、だから PCS をこれ以上上げていくために、ちょっとこう、どういう工夫をしていくのかっていうところが難しいというふうに思うんですよね。うん、はい、えー、次、エディア・マリニン選手。はデ、い、ィア・マリニン選手は、セレクションズ・フローム・ユ、えーフォリアっていう曲でしょうかね。うんはい、えー、という曲ですよね。うん で、滑っていました。はい。で、まあ、彼はね、まあ、今大会フリーステイティングで4回転ルッツ、4回転フリップの、まあ、両方とも入れることができるかというところと、もちろん4回転アクセル、うん、これが決まるかどうかっていうところがあったんですけど、最初の4回転アクセル、転倒しちゃいましたね。はい。まあ、あの、やっぱりこう、全米選手権ということで、 まあ今年はねグランプリシリーズやまあジャパンオープンとかでも4回転アクセルをまあ決めたりとか決めたりというかまあやってきたりして、まあ、比較的安定感はずっとあったわけでまああのやっぱりこれまで試合見てきて最初よりもだんだんこう人気も出てきたと思うしまあ全米のお客さんの、えー、と期待も高いものがあったかと思うんですよ。うんなので お客さんも、まあ、この4回転アクセルを楽しみにね、見てきてるんじゃないかなっていうね。まあそういった、あの、結構、なんて言うんだろう、あの、ええー、まあ、部分があったかと思うんですよね。だからこそ最初に回転アクセル転倒をしてしまった。まあしかも着地の準備ができない形だったんで、まあ激しすぎる転倒じゃなかったんです。結構痛いかなと思いますね。うん。まあ、あの転倒は、ちょっと最後の方の体力も奪ってしまうような、まあそういった感じにはなっちゃうというふうに思いました。うん。 ただ、まあ、しっかりその後、4回転フリップ、4回転ルッツを飛んだっていうところは非常に大きいですね。で、フリップ、ルッツ、この2つのジャンプが同時に入ったっていうのを本当に見事だなと思いましたね。で、その後、4回転サルコンも決まっています。うん。だから、まあアクセル転倒した後、しっかりフリップ、ルッツを抑えたっていうところは、まあ、非常に良かったんじゃないかなと、僕は思いましたね。うん。 ただ、昨日もちょっと話しましたが、ステップシークエンスで、ちょっとやっぱり焦りがあったか、まあ、それか4回転アクセルの転倒か分かりませんが、少しこう、あの、顎で息をしてた感じがした。ちょっとだけ。うん、なんとなく顎で息をして、疲れてるんじゃないかなっていう気はしましたね。うん。まあ、あるいは焦りでしょうか。うん。 あってかまあ、後半のルッツー,ループの4回転多分4回転ルッツと4回転等の予定だったと思うんですけど、まあ、そこはそれぞれダブルルッツ、ダブルとシングル等でおいおいっていう感じでしたかね。うん。ねちょっとここが本当にもったいないところではありました。で、まあ、このダブルとシングルと終わった時点で、まあ、60点ちょっとだ60点ちょっとくらいの、まあ、 点数のテーブルがそんな感じで表示してあったんで、まあこれ次のジャンプ、決まらないとテクニカルエレメンツかなり厳しくなっちゃうんじゃないかなと思ったんですが、いやーすごかったですね。このトリプルルッーツー、トリプルアクセル、トリプルトーループっていう異次元のジャンプ、まあ、これは昨日も話しましたが、おそらく世界初かな、このジャンプは。うん。っていうジャンプを見せてきた。 でこのジャンプの基礎点が、まあ、19点で、まあ、あの字、大い速報値は二21点っていう、もうすごい高い点でしたね。うん、だから、61、2点、二3点だったものが一気に80点なったので、もうこの80点を超えたんで、だからこのジャンプ、本当に4回転よりもすごい基礎点は高いですね。うん、こういったすごいジャンプをこう一番最後に見せてくるあたりっていうところが、やっぱりこう強いなと思いますね。うん まあ最初の,この後半の4回転2つをねまあ、ミスをしてますので点のロスは、まあ、4回転、稽古をしてればトリプルとはこうはないとは思うので、まあ、おそらくそうですねまあ、20点ぐらいの点のロスにはなると思うんですよ。うん、なのでまあ合計点287.74ですがまあ、300点は普通にあったら超えそうな気がします。うん なんで、まあ、ミスが、まあ、響いてしまったかな。四回転て,てしまって失敗してしまって、失敗してるんで、これも決まってくると、もうおそらく30点ぐらいの点のロスになっちゃうかな。そんなこともないかな。うん。ね。まあ、25点か30点くらいか。うん。だから320点ぐらいはいっちゃう可能性もあるのかな。うん。ね。全然いけちゃいますよね。うん。なので、 まあ、ショート、フリー、どっちも揃るのは難しいと思いますけどもね。まあ、プログラムコンポーネンツが84.15ですけどもね、これ、もうちょっと上げていきたいですね。うん。はい。まあ、まあ、徐々に上げていくでしょう。こういった部分は。っていうふうには僕は思います。ただ、スピンなんかは良かった気はしますね。うん。いつも通りな気がしました。はい。次、えー、サミ,サミュエル、えー・ミンドラー選手。この選手は初めて見た選手で、 結構若い選手かな、うん。あの4回転とかトリプルアクセルっていう難しいジャンプはなかったんですが、さまざ、あ、まなアーティストの曲を使っていて、まあ、くるくる回るまあトリプルループからあのスタートしました。うんで一瞬4回転ループかと間違えちゃいましたね。うんでその後もまあ、本当に難しいジャンプっていうのはなかったんですが、まあ、しっかりジャンプを決めてきた。まあ、トリプルトーンで手をついてしまったところありますけどね。で 曲がこれは演歌的な感じに変わって、えー、途中でベートーベンのラブストーリーに曲が変わりましたね。まあ多分これがベートーベンの曲なのかなちょっとわかりませんけど。うん。はい。にラブストーリー少し変わった。うん。で、彼の演技の質、まあこれは非常にいいかなと思います。で、最後のスピンなんかもいろいろなんか工夫して終わったかなと思ったらまた回ってみたりとか結構いろんなことやってたんで、まあ結構最後まで楽しめたかなと思います。はい。 で、プログラムコンポーネンツ78.02っていう高い点出してるんですよね。うん。これは非常に高いプログラムコンポーネンツかなというふうに思いますよ。うん。だからそういったところでも、まあ点稼げてるのかなと思いますので、まあ、4回転とかトリプルアクセルないんですけど、まあプログラムコンポーネンツいい点出てますよね。うん。 えー、リアム・カピーキス選手は、まあ、なかなかのこうスター性のあるスケーターかなと思って見ていまして、き、まあ、昨日のショートは、た、まあ、多分今季一番良かったかなと思う感じでしたが、まあ、今回は4回転サルコーにチャレンジしてました。で彼はは回転ジャンプななかなか やってなかったかと思うんで、まあ、分ぶん、全米選手権、チャレンジかなと思いますよね。うん。まあ、これ、多分回転がギリギリで転倒をしちゃった。で、その後、トリプルアクセルも、シングルアクセルになってしまったので、まあ、最初のところ、ジャンプミスが続いたという形になります。はい。で、その後に関しては、ま、トリプルルッツからシングルオイラートリプルサルコートが決めたりして、良かったかなと思いますが、ただ、これはシークエンスがね、もうちょっとこう、曲が盛り上がっていく、この、ムーラン・ルージュの、 まあ、あの、ムラルージュって言っても、えっと、今年の田内聖子選手が使っているバージョンのムラルージュで、まあ、この曲も最近流行ってるのかなっていう気はするんですけど、あれ昨シーズンのカムデン君と同じかなあれ違うっけ確か。うん。昨シーズンとカムデン君もこれ使ってた気がするな。ちょっと間,ち、ま、間違ったりして。うん。で、この曲のその最後の盛り上がるサビのところ、うん。 に向かっていくところあたりもうちょっとこれをシークエンスやってほしかったなっていう感じがします。もうちょっとこう見せ見せてねほしかったなっていう気はするんですけどもね。うん。はい。えー、次えっとねあそうこの選手めっちゃ面白かった。うん。ヤロスラブパパリオットそうこの選手本当に面白いですよ。うん。あのねこの選手は僕昨シーズン全米で初めて見た選手で本当に面白い選手だなと思ったんですよ。 うん、ショートでこうこ、うくる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 って手を回したりするシーンがあったりとか、めちゃくちゃ面白くて、ステップシークエですね、うん。なかなかこう、えっと、面白い動きをしますよ。で、ただ、昨シーズン、途中棄権をしたんですよね。うん。だから、フリー見ることができなかったんですよ、うん。残念でした。非常に見たかった選手だったんで、残念だったんですよね。うん。で、今季、エルヴィス・プレイスリーメダルを使ってましたが、もうスタート前からね、お客さんの拍手をもらってました、うん。だからこの選手面白い んだろうなっていうことがもうあの演技前から伝わったっていう非常に面白いスケーターかなと思います。うん、で、ジャンプも結構すごくてですね、なんと4回転フリップやりましたうん4回,転フリップあ4回転フリップやりましたよね。うん、一応ね、えっ、ー、と僕もトリプルかなって一瞬思ったんですけど、あのパネルを見たら4回転フリップになってます。でた,たまにね、 パネルあれ間違えてますので、あってな間違ったりして、僕もね。うん。でも一応4回転フリップだったと思います。うん。多分、おそらくね。うん。で、結構綺麗に決まって、えってなっちゃいましたね。で、その後も4回転投入プやって、これをええっていう感じでもう目が点になっちゃいました。もうすごくて。うん。で、トリプルアクセルも決まった。で後半ちょっとね、疲れが出てきて、まあトリプルフリップ、ダブルアクセルで前のめりになったりとか、まあちょっと、ちょっとね、 後半の方ジャンプ、まあ、あるいははススピンもスピンンも大丈夫か、まあ、ジャンプの方で疲れとか、えー、あって、まあ、スピードとかもなくなっちゃったかなって思うんですよね。うん、で、ただまあそんな中でもこうカチカチっていうカニ,カニ動き、うん、足とうカニ動きになったりとかするこ,うこんな感じのね動き、なんかこんな足をこうガニ股にする感じの動きとかね、そういったカチカチ動きっていうのがあって、まあ、そういったところでもお客さんを見せてましたので、まあ、結構やっぱ面白いかなと思います。見せ方がやっぱり非常に コミカルで、コミカルだけど、こう、なんか、えー、サーカスチックっていうよりは、なんていうのかな、こう、こう友野和樹さんとか、岩田志君みたいな、そういう感じのコミカルではなくて、このパ,パリオット君のコ,コミカルっていうのは、なんていうのかな、うん、真面目な顔してすごいとかな、ま、真面目な顔して、なんか、面白いことするっていう感じ、うん、そういうところがあるんですよね。だから、なんかまた不思議な雰囲気を持った選手で見せる選手かなと思います。うん はい得点は225.99という点ですね、えー。次、マシュー・ニルセン選手、この選手も初めて見た選手です。うん、あのマシュー選手って、ま、マジュウかな、うん、あのこのマジュウっていう名前、ちょっと読み方、発音間違ってるかもしれませんけど、昔のマシュー・サポにそれこそ似てるなとちょっと思いました。あの名前も少し似てますけど、あと、なんかこう髪型の感じとかもなんかアダム・リッポン的な感じというかなんか、 動きの感じがマシューサポイの感じでいいのかなうん。ちょっとわかりませんけどね。なんかこう、難しいトリプルアクセルとかないんですけど、だからまあ、最近出てきた、まあ、あの、ヤリー・ケスラーっていう選手がいるんですけど、その選手に少しやっぱ動きが似てるかなっていう感じは、まあ、そういった系統の動きをするかなとは思うんですが、一方で、まあ、ちょっとあの、あの、なんかアダムリッン的な感じというか、またこう、ね、そんな感じがしますよね。うん。 またか新しい面白い選手だなと思います。ちょっと若干、えー、ニコライ・ミョラクにもちょっと似てる。似てはいないか。動きのスタイルが、まあ、似てはいないか。うんまあ、そういった感じ。王子様系というのかな。ジョニー・ビアー系っていうのは、なんて言うんだろう、うん。ちょっとまだ分かりませんけど。まあ、ジャンプ 結構決まってまして、まあ4回転とかないんですけど、ただまあ動きが非常にこう丁寧な動きが多かったなと思います。うん、着地とかも非常に綺麗な感じでえ、一つ一つ丁寧にやってまして、非常に素敵だなと、素敵な選手だなと思いました。で、これをシークエスのハイドロブレードのところなんかも丁寧にこなしてましたね。で、キスアンドくらいで、ベルネル先生かな、座っていたかと思いますよ。うん。<laughs> これ、昨日ね、視聴者の方がコメントしていただいたんですけども、多分、ベルネルさんですよね。そう、トマーシュ・ベルネル、チェコの選手で、チェコので、昔2000、だからその7年かな、の世界選手権で、 めちゃくちゃゃくいりいを日本でやりましたよ、うん、結構ショートはミスしたんですがでトリプルフリップ最後ミスするんですけども4回転2個決めたりしてあの時はレジウムの曲でね僕の結構好きな僕のリクエストフィギュアデビュー作ですよ、うん、でこのトマス・ベルネルのこの作品が好きでリクエストフィギュア始めた,始めたんですよ、うん、だから懐かしいなと思いましたねこれでもあのベルネルはその後2000年、ね 8, 8、9年の世界選手権でも惜しいとこまで行ったんですよ。ただ、フリップとルッツがダブルになって、あれ決まってればね、世界でメダル取ったかなって思うんですよね。だから、ちょっと惜しかったな。で、その後のですね、オリンピックシーズンは、まあ、ショートプログラムがね、あのその男、ゾルバっていう曲を使って、ね、 あの結構良かったんですけど、オリンピックで失敗しちゃったね。うんまあ、グランプリファイナルも大,大崩れしましたけど、東京で行わ、あ、日本で行われたね。うん。なんで僕はベルネの話をしてんだ。そう、だからベルネのそういう人ですよ。うん。その男ドればすごい好きでしたね。うん。でもなんか、オリンピックには恵まれなかったかな。うん。鳥のオリンピックもやんまり良くなかったです。うん。はい。で、日渡し智樹くんは、そうですね。 えっと、彼はちょっと残念。えかなり残念、うんまあ。曲はアーティストっていう曲を使ってましたね、うん。アーティストっていう選曲非常にいいと思いますよ。うんまあ、ぶっちゃけこの曲は友野くんにも似合うんじゃないかなな,な,んなんて思ってますけど、まあ、日渡し智樹くんのコミカルな動きとか、バレージャンプとかね、ねそれから、まあ、ビールマンスピン最後やりますけど、そういったいろんなサーカスチックな動きにとても合っているプログラムだし、 ただね、最初の4回転サルコの予定かと思ったら、ね、これがね、もう2回転半回った段階でもう落ちてきてしまって、足の、あれはね、たしたら捻挫とかね、骨折するようなね、着氷でしたよ。うん、力が4回転のの力で余ってるものが あのよ予期せぬ着地だったりすると結構危ないんですよ。であれ本当に危なくて、場合によっては本当足首大きな怪我をしちゃうことがありますよ。なんでかなりヒヤッとしました。でパネルではトリプルアクセルって表紙になってましたが、トリプルサルコーの間違いかと思いまして。はいで その後も僕、キャーっていう感じで、でトリプルトール4回転との予定あったところも、まあ、これもですね、まああのトリプルとなっちゃいました。あの4回転のまあ、トリプル3回転回ってる途中でもうちょっと軸が狂っちゃいましたね。うん、なんか4回転サルコーの,あのサルコージャンプと同じような感じの軸に途中かなったんで、まあ、ちょっと 軸は途中から狂っちゃいましたね。うん、でトリプルアクセルはまあなんとか決めたんですけど、まあ、ちょっと元気がやっぱりない。うん、これまでのひわたし君は、やっぱり、まあ、あのいつもだったら元気はあるんですが、まあ、ステップシークエンスもジャンプの転倒とかもあったんで、ちょっと元気なかったかなっていう感じがします、はいで。その後もトリプルアクセルがシングルになったりして、ただトリプルルッツオイラー、トリプルフリップ、これは非常に綺麗に決まったかなと思いますので、 だから今シーズンは、彼は本当にそうですね、全体的にまあ結構あまりうまくいってないので、そういった中で見てみたら、結構これまで通り、今シーズンはこんな感じなのかなと、だからショートがうまくいきすぎちゃったのかなっていう気がしますね。うん。はい。まあちょっとね、メダルが取れる位置にいただけにプレッシャーを抱えちゃったところもあるかと思いますけどもね。うん。217.62でしたね。ちょっと悔しいうん感じになってしまいました。 はい次、えー、マキシム選手、マキシム・ノーモブっていう選手かな。はい、この選手は、またあの僕はこ,この全米選手権で初めて見た選手で、ショート,あョートもまあ比較的良かったんですけど、まあ、フリーが本当にこう素敵な動きが面白いからと思いますね。 うん、面白いっていうのは、なんかこの新しい感じの動きが多かった。うん。で、どこだったかトリプルループ終わった後のスローパートのところの振り付けが非常に良かったですね。うん。感動した思いがあります。で、勢いもスピードもすごくあって、曲の感じと彼の動き、うん。このまた独特な、なんていうんだろう、力強さというか、こう迫力というか、何とも言えない躍動感、うん。っていうのが最後の最後まで続いていたので、 非常にこの選手はいいなと思いました。はい。またもう、うん。全然違った魅力があるかなと思いますね。うん。動きは機敏だしね。うん。で、ジャンプも4回転サルコー、4回転サルコー、2個これ決めてるんですよね。うん。素晴らしかったと思います。ただトリプルアクセル単独で転倒しちゃって、ちょっとびっくりしましたが、2つ目のトリプルアクセルはシークエンスでダブルアクセルもつけてよかったかなと思いますね。うん。で、ジャンプの質も決まったものに関しては非常に良かったので、 うん、スピードもあり、良、えー、かったと思います。で、スピンなんかも素晴らしかったと思います。うん、で、その後トリプあの最後のこれをシークエンスあたりかな、ステップシークエンスかな、これこれよかな、うん、あたりの動きは、もうディスコテックの曲にね、うん、なんかディスコテック的な曲に変わって、まあ、そういったところも非常に面白かったし、新しい感じがしたので、このマキシム選手も非常に、えー、僕は、えー、楽しく見ることができたかなと思いましたね。はい。 と、まあ、そんな感じで全米選手権の感想をすべて、もうこれで男子女子のシングルね、えー、見ましたので、えっと、感想を割りにしていきたいと思います。で、明日以降は、そうですね、国体シングルたちを、シングルを見ようかと思いますけど、まあ、ちょこちょこペアーとかアイスダンスを見ていこうと思うんですけど、まあ、あの、国体ね、先ほど見ていきたいと思いますので、はい。えー、楽しみにね、していきたいと思います。かなり遅れてますけど、はい。というわけで、ありがとうございました。 Bye bye.